ニュースポストセブンです。留学前の贈り物です。今春から中国に留学する予定の小島瑠璃子さん、日本をしばらく離れるにあたり愛する両親に置き土産をしたようです。地元の不動産関係者によると、ご実家の新居は2年前に建てられた2階建ての豪邸、土地の所有者は小島さん名義で3年前に購入されています。およそ5000万円ほどを小島さんが負担していて、ご両親のためにと恩返しの思いもあったのかもしれませんとのこと。敷地面積はおよそ80坪、住みやすい静かな場所で地価も上がっている地域だそうです。